ペレット装具専門店渋川市ペレットマン群馬です。今日はですね、群馬県渋川地方は午後から雨の予報になってますね。ほんと久しぶりで、どのくらいでしょうかね、もうかれこれ1ヶ月ぐらいは雨が降ってないんじゃないかなというふうに感覚的に思いますけども、まあ、乾きすぎてあまりいいことはありません。栃木県群馬県桐生市、山火事も起きまして、まあ、乾いているがためにですね、なかなか消火活動が進まずに、広い範囲でですね燃え広がってしまったという、まあ、そういったこともあります。まあ、ですのでですね、ほどほどの湿りっていうのは、まあ、必要なんだろうと思いますし、まあ、今日は午後から、まあ、そういう天気予報になっていますので、まあ、本来ならば外仕事ですからあまり降られるのも良くないんですけども、今日は少し降っていただきたいなというふうに思います。ペレットストーブメンテナンス申請設置、また群馬県で初めての電気を使わない、ペレットストーブに関することで何かございましたら、ペレットマン群馬ショールームまでお問い合わせください。